ペントに本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームウェスタンカンファレンスパシフィックディビジョン所属チーム名はカンザスシティ時代に MLB のロイヤルズ NFL のチーフスなどといった投手のニュアンスでインを踏んで名付けられた現在のサクラメントキングスは1946年にロチェスターロイヤルズとしてニューヨーク州ロチェスターで創設された ロイヤルズは NBL に参加した1946から47シーズンにリーグを制した。1948年にロイヤルズは NBL を離れてもう一つのバスケットボールリーグ、バーに移った。1949年にバーは NBL と統合し NBA が誕生した。ロイヤルズは1951年にニューヨークニックスを破り優勝。 後のキングス時代を含め、この時が NBA のチームとしての唯一の優勝となっている。優勝チームには、後に監督になるレッドホルツマンもいた。以後数年間ロイヤルズは、勝率6割程度の有力チームだったが、ショットクロックが導入された1954年に苦戦し、その後も負け越しのシーズンが続いた。1957年、チームは、 オハイオ州シンシナティに移転し、チーム名をシンシナティロイヤルズと改めた。この頃の中心選手は、モーリス・ストークスとジャック・トゥイマインだったが、ストークスは外傷後の障害のため引退し、1959から60シーズンに勝率はチーム史上最低まで落ち込んだ。しかし1960年にオスカー・ロバートソンを1962年に ジェリー・ルーカスを獲得すると、移行数年のシーズンでチームは勝ち越し、1962年から6年連続でプレーオフに進出した。しかし1960年代末になると、再び低迷が始まり、ロバートソンはミルウォーキーバックスへ移った。1971年にチームはミズーリ州カンザスシティの実業家に売却された。 翌1972年にシンシナティから移転、カンザスシティとネブラスカ州オマハが本拠地となった。カンザスシティにはメジャーリーグのカンザスシティロイヤルズが存在したため、新たなチーム名はカンザスシティオマハキングスとなった。1975年にはホーム戦のほとんどをカンザスシティで行うようになり、カンザスシティキングスと名称は再び改まった。 この時代にチームを経営にしたのは、ネイト・アーチボルドだった。得点とアシストで同時に、リーグ首位になるなどアーチボルドは奮闘したが、事実上、アーチボルドのワンマンチームだったロイヤルズは1975年を、除き勝率5割を超えられなかった。その後のキングスは、コットン・フィッツ・シモンズが指揮を取った1970年代末から1980年代初頭に、 かけて一時期プレイオフに出場した。1983年、キングスはサクラメントの実業家に買い取られた。1985年にチームはサクラメントに移転し、名称はサクラメントキングスとなった。この時期が終わるとキングスは長い停滞の時代に入り、1984年から1998年までの 十数年間で勝ち越しは一度もなく、プレイオフ出場は2シーズンのみだった。1991年から1998年まで、キングスでプレーしたミッチ・リッチ・モンドは1996年に、ドリームチーム3メンバーとして、アトランタオリンピックに出場した、好選手だったが、チームの状況は苦しいままだった。 リック・アデルマンヘッドコーチ時代、ウエスト競合時代の主力選手プレドラグストヤコビッチマイク、ビビー・ブラッド・ミラー・ブラディ・ディバッツ、クリス・ウェーバー・ダグ・クリスティ・スコット・ポラード・ボビー・ジャクソン、状況が好転したのは1998年だった。ジェイソン・ウィリアムスをドラフトでインサイド陣にクリス・ウェーバーとユーゴスラビア人のブラディ・ディバッツをトレードで獲得した。このシーズンからリック・アデルマンが ヘッドコーチに就任し、1996年にドラフトで指名しており、ギリシャでプレーしていたユーゴスラビア選手のプレドラグ、ストヤコビッチが1999年にキングスに加わった。1998から1999年のロックアウトで短縮されたシーズンを27勝23敗と勝ち越し、キングスは 西地区を代表する競合へと成長していった。1998から99シーズンから2005から06シーズンまで、リック・アデルマン式の元8年連続で、プレーオフ進出を果たすことになる。1999から2000シーズンには、タリック・アブドゥル・ワイハドとのトレードで、ニック・アンダーソンを加えチーム成績は44勝38敗と2年連続で、勝ち越した。 1999年のシーズン開幕戦で、キングスは日本を訪れミネソタティンバーウルブズと対戦した。この頃から、キングスの控え選手たちは、リック・バリーの息子で、ブレント・バリーの兄のジョン・バリーが名付けた、ベンチ・モブと呼ばれるようになった。2000から01シーズンには、コーリス・ウィリアムソンとのトレードで、ダグ・クリスティを加え55勝27敗を挙げるなど、 年を追うごとに、戦力は充実していった。2001から02シーズンは、ジェイソン・ウィリアムスとのトレードで、マイク・ビビーを加え、リーグ最高の61勝21敗に達し、プレイオフでは、カンファレンスファイナルへ進出。チャンピオンチームロサンゼルス・レイカーズを脅かしたが、3勝を、上げたものの一歩及ばずカンファレンス優勝は逃した。 2002から03シーズンは59勝23敗と前年に続き好成績を残したがカンファレンス準決勝でダラス・マーベリックスに敗れた2003から04シーズンはインディアナ・ペーサーズから移籍したブラッド・ミラーが平均得点とリバウンドでダブルダブルを記録し55勝27敗の好成績を残し移籍後毎年のように安定した 好成績を残し、インサイドのようとして活躍した。このシーズンには、自己ベストの平均15.6得点を挙げて、2年連続となるオールスター出場を果たした。しかし、チームは、カンファレンスセミファイナルで、ミネソタティン・バーウルブズに3勝4敗で敗れ、この頃からウェバーと、ストヤコビッチとの船かせ説が囁かれるようになった。 2004から2005シーズンはシーズン前にティバッツが退団し、シーズン中にはウェーバーがウィリアムソンらとのトレードがありながらも55勝27敗と好成績を収めたが、プレイオフではファーストラウンドでシアトルスーパーソニックスに敗れた。2005から2006シーズンは半ばにミラーは1981年にサムレーシーが達成して以来久々となる得点。 アシストのダブルダブルを達成したセンターとなった。主力選手の安定した活躍で46勝36敗と高成績を残したが、プレーオフではカンファレンスクオーターファイナルで敗退した。2005から06シーズンにはストヤコビッチがロンアーテストと交換でインディアナペーサーズに放出され、このシーズンを最後にリックアデルマン時代は終わり、 ヘッドコーチはエリック・マッセルマンに引き継がれたが、1シーズンで解任され、2007から08シーズンからはレジー・セウスが指揮を取ったが成績は改善されなかった。低迷期2007から08シーズン中盤にマイク・ビビーをトレードに出し、2008から09シーズンはケビン・マーティンを中心に置いたチーム再建となった。しかしながら、大方の予想通り成績はさらに下がり、 シーズン途中レジー・セウスは解雇され、17勝68敗でシーズンを終えた。2009から10シーズン続く最悪の成績からドラフト上位指名権を得てタイリーク・エバンスを4位指名で獲得し、わずかではあるが成績を上げ、引き続き2010から11シーズン5位指名でデマーカス・カズンズを獲得したが、 50敗以上のドアマットチームから抜け出すことはできなかった。2011から12シーズン61名で入団したアイザイア・トーマスが予想以上の働きを示した中でも2013から14シーズンもやはりチームの勢いが上向くことはなかった。2014から15シーズンは開幕から5割前後の戦いで踏ん張ってきたが12月に 入りでマーカスカズンズをウイルス製髄膜炎で書いて以降連敗が続きマイケル・マローン HC は12月14日に解任された12月16日ペジャ・ストヤコビッチの背番号16を永久決番とすることを祝賀セレモニーで発表したストヤコビッチの16番はチーム11番目の永久決番となったその後タイロン・コービンが アシスタントからヘッドコーチに昇格したものの自体は好転せず、コービンは退任となり、オールスターゲーム明けからジョージ・カールを新たにヘッドコーチに昇聘し、再出発したが、チーム状況が好転したとは言えず、チーム再建は2015から16シーズン以降に持ち越しとなった。なお、2014から15シーズンはデマーカス・カズンズが、 キングスの選手としては2004年のブラッドミラーとペジャ、ストヤコビッチ以来の NBA オールスターゲームの出場メンバーに選出された。ラジョン・ロンドやマルコ・ベリネッリなど優勝経験者を獲得した2015から16シーズンだったが、それでも悪い流れは変わらず、10年連続負け越しとプレイオフ、不出場に終わり、ジョージ・カール・ HC はシーズン終了後に解任。 アルコアリーナから親しまれてきたスリープトレインアリーナの最後のシーズンを飾ることはできず2016から17シーズンより新アリーナのゴールデン1センターで再出発することになった新アリーナに移転し新ヘッドコーチにデビッド・イエガーを招聘して挑んだ2016から17シーズンだったがそれでも 悪い流れは変わらず、同シーズンの NBA オールスターゲーム開催日には、ついにデマーカス・カズンズを、ニューオーリンズ・ペリカンズに放出。同シーズンも負け越しで終了した。2017から18シーズンは、ビンス・スカーターや、ザック・ランドルフといった、イェイガー HC のメンフィス・グリーズリーズ時代の教え子や、ジョージ・ヒルなど、ベテラン選手を獲得し、シーズンスタート。 10月24日には、ジェニー・ブーセックと、コーチ契約を結び、リーグ3人目の女性コーチとして、話題を呼んだ。しかし、同シーズンも負け越しで終了。2018から19シーズンは、ドラフト全体2位で、マービン・バグリー3世を指名。オールルーキーチームに選ばれる活躍を見せ39勝を記録。しかしドラフトで、 ルカ・ドンチッチを指名しなかったことで疑問符を打たれるシーズンとなってしまった。またシーズン終了後、選手とのコミュニケーションに問題があると言われた、イエーガーコーチを解任した。2019から20シーズンは新 HC に、ウォリアーズのアシスタントコーチ、レイカーズでヘッドコーチを務めたルーク・ウォルトンを招聘。さらなる勝ち星の上乗せを期待され、 バブルにも進出したもののプレイイントーナメントへの出場を逃し、勝ち星も31勝と前シーズンを下回る結果となった。2020から21シーズン、若手の活躍でプレイオフも視野に入っていたものの、怪我人が続出して失速。全シーズンと同じ31勝にとどまった。ウォルトンは4年契約の最中ということもあってか、早々に続投が発表された。 ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人、偉大な75人なし。ありがとうございます。